険少年始まるよ。さあ今夜は大好評外国の料理を山にこもって一から作る第2弾。暴れる君とタッグを組むのは日本語は挨拶程度のイタリア人。せーの、言葉の壁を越えてごちそうを作れ、秋の山ごもり2時間スペシャル。よっしゃー、山ごもり、山ごもり、これが冒険少年だ。山にこもって日本語が話せないイタリアの方と本格カルボナーラ作り、そして感動のクライマックスが冒険少年月曜夜7時。